あのね、事業の存続ってことを言いますね。私の叱ってるだけじゃないので。もう一つまずどこかね。事業のね、存続。これテーマがあるじゃん。事業存続の3つの柱、一つがね、なんていうの、継続。継続で、2番目がそのなんていうかな、利益回収、利益ね。でもう一つがその経理ってあるんです。まあ、1円2点バッチリつけることよね。で、現実を知るってことです。まあ、家庭でも応用できると思うんですけど、継続と利益と経理のことなんですよ。でね、継続、利益、経理。継続っていうのは事業の中におけるんですよ。まあよく資金繰りなんて言うけどね、継続っていうのは経営の方からすると、銀行にね、コンスタントに返せてる状態、銀行コンスタント返済が、銀行返済がこれで持つ。もう一つはもっといい継続って言ったらね、あの株主配当、まあ優待なんてよくあるけど、まあ優待あって信用できるわけじゃないけどね。まあ流れによって分からんし、優待があるからいい企業ってわけじゃないよ。まあ配当が現実的に確実やったら継続するやろね。株主配当もないとかやったらちょっとどうかなっていうのは一応基本的にある。株主配当っていうのは株券をキープしてもらうため、要するに企業に資金を預けてもらうための手法です、株主配当っていうのは。だいたい継続は株式会社におけるのはこれやわ。で、次の利益なんやけど、利益っていうのはその収支の中のね、あとで経理にも話すんやけど、支出と歳出、支出となんていうんかな、収入がそのバランスっていう曖昧な言い方じゃなくて、差がどんくなるか、要するに差益ってことね。よく言うやんね、そのこんなテナント料払っててこんだけお客さんやったら絶対潰れるって見通しですよ。でバカな店長がドケーンボケーってやっとったら、会社なくなるんで、普通のねサラリーマン社員さんはここまで考えてるかっていうとあんまり考えてないね。自分の家庭とかこう財布の心配がメインで、まあ、その月当たりの給料上がらないかななんて、あの働け、うん、その最近のこと、例えば営業さんならね、このガソリン代いくらかかるかな、燃費でどこまで回って最近、まあそうやったらね、あのまあ外部委託みたいな、エージェントさんやと思うけど、自分のガソリンのメーターまで見てる人分かる、言ってること。いや営業一回も取ってこれなくて、その会社戻った時にすいません一回も取れなくてガソリンだけ浪費してしまいました、うん分かったのか、いくら浪費した、10キロしてたんで、うん、そのくらい計算的にはいいかなっていうことになるんです。あのそういうことを正社員全員考えてほしいよ。最近要するに自分がこのくらい働いたからいくらもらえる、8時間労働だから計算してみたいなのは普通の人やわ。自分が電話対応しててね、会社がどのくらい利益上がるんだろうかなって考えとったら上に行ける。はい、その支出と収入の、まあ、支出にはいろいろあるし、まあ、その部品納入のこともあるし、あの設備投資のこともあるし、従業員費用、電気費用もいろいろあるんやけど、全部ひっくるめて、で収入っていうのは売上に対する全部引いたやつで、その差益を収支で確認してるか、事業存続のためにはね。で、あもう一つの経理ってやつですよ。何のことかっていうと、前にも話したけど、税金のイメージ、税金払わなくちゃから会社従業員費用、雇用費用ってことないけど、
当たり前に計算できてるかって、紙に書きゃできるんだよ、そんなこと。従業員費用、まあ、雇用費、それから設備、設備備品ってやつね、で再生産ということ。まあ、基本的に公屋は経理って、税金を納める分がいくら年頭にね、で払う分がいくらで、会社従業費がこれくらいかかると、余った分で設備投資する、これが経理なんで、大まかに言ってね、そういうふうに法律はなっとるし、うん、税金が一番上に来ないからです。その国家に株式会社ももちろん企業名、まあ自分の使命与えられて付与されてですよ、まあいわゆる地方であってもね、国の枠の中に、国の土地の中にあるんやから、それで企業事業をさせてもらってるわけやから、国に税金を納めるんです。要するに国にちゃんと保護されるくらいの認められた会社形態であるので、税金を納めるのは当然ということです。その事業として地域社が認められないかんけど、まずその国に認められないかんわね、それから従業員にも認められないかん、費用ちゃんと確実に払って雇用費用で余ったので設備投資をしていくという、はい、これを経理って言います。